ホリデーで行って、もう帰ってきて日本の社会に帰った時に、なぜか無性に青い空だったりとか海だったりっていうのが懐かしくて、それで人生の数年間をオーストラリアで過ごすのもいいんじゃないかと、ね、そんな気持ちでしたね。全く困ることもなく心配もなく若かったですからね。まあ唯一、まあ、言葉だけがいろんな面で障害でしたけど、日本人のお客さんを相手にするという仕事だったので、まあ、現地で英語はとても必要ではあったんですけども、英語を喋れるスタッフを雇ったり、あとはその、まあ、英語のが堪能な人に通訳してもらったりすることで、仕事の上で その英語の、まあ、歯がゆさは少しはありましたけれども、障害としては大きくはなかったです。ベトナム、タイ、マレーシアと4カ国全部行ったことのない国だったんですけれども、2人でこう旅をしてみて、今のこうやっぱりこうアジアの勢いっていうか、そういうものを非常に強く感じたのと、タイに来てこう非常に驚いたんですよね。思ってたイメージとこうすごく違くって、すごい都会で、すごくいろんなことが新鮮に感じられて、でアジアの国っていうのにしばらく住んでみてるのもいいんじゃないかっていう。日本でオーストラリアで住んでる時には日本語を多く使ってたんですけど、タイに来てからは今度英語を多く使うようになってますね。まあこれでタイ語をもっとしゃべればもっといいんでしょうけども、今のところは英語で逆にタイでは住んでしまってます。やっぱり子供を育てる上ではこう自分たちの思ったようには家族として行動しなくちゃいけないんですけれども、もう子供たちが高校を卒業して自分たちで生活できるようになった時には、また新たにどうしたいかっていうのを考えたいとは思ってるんですけれども、いろんな国を回っていろんな国の文化や風習っていうか、そういうことを見て回ったりしたいなと思ってますね。まあ、心の拠り所は日本がホームで、子供たちの生まれたオーストラリアが子供たちにとってのホームで、で自分たちにとってのホームは今いるこのタイですけども、でも最終的にはどこがホームになるのかは今のところまだ自分でもどことは言いかねなく、心は日本、体は今はタイですから、ホームは今のところタイです。